実は、まあ、あの奴隷狩りとかね、うん、それのこう写真なんだけども、うん、ちょっと、まあ、簡単に今説明しますけども、これはあの奴隷をですね、あの中継する中継点で、あの、まあ、モニュメントですね、今モニュメントになっている場所に寄りました。で、この年になってやっとね、奴隷問題がものすごいんだなということに気がついた。それこそあのアウシュビッツとかね、うん、ユダヤ人の虐殺とか、いろいろ僕も結構まあ言ってるでしょ、問題は。例えば十字軍の遠征はもう最悪やとかね。でところがですね、あの実は奴隷、まあこれメールで送ったから知ってると思うんだけども、奴隷狩りっていうのは、あのサイトでもう一回確認したんだけどもね、あの1500万人が、まあ、奴隷になったと。でそのサイトにも書いてあるんだけども、あのウィキペディアとかね、そういうところに書いてあるんだけど、1500万人の奴隷あのが、まあ、売られたというか使われたんだけど、大体そこの商品になるために、あのその5人に1人が売り物になったとかね、もっとひどいデータでは10人に1人が売り物になった。つまりもう根こそぎ取ってきてね、でそれを例えばここまで連れてくるのにね、何百キロ歩くんですよ。で何百キロ歩かすときに、鎖で縛ってるし、もう首かせしてるし、逃げたらあかんから全部で、おまけに水を運ばせる、荷物を運ばせる、それで何百キロだからね、あの途中で食べ物がなくなって倒れたり死んだり病気になったり、もういろいろあるわけね。で逃げて殺されたりするので、だから大体あのきつい計算ですると10倍殺されてるということは、ちょっと計算して、1500万人の奴隷のために10倍を捕獲したということは何なの？1億5000万人、そう、大したもんやね、計算してね。いける、はい、で1億5000万人 の、 あのアフリカ人をね、とにかく殺したわけです、結局ね、売り飛ばすのも含めて。でところで、その時の調べてみたんですよ、その時 の、 あのアフリカ全体の人口いくらだったと思う、今から300年前400年前。今は10億ですよ。なんとその時の人口はね、1億以下、1億以下なんです、全人口がね、うん、そこから1億5000万人を、まあ、捕まえて運び出して、まあ、結果としてはほぼ全部死んでるわけね。意味わかった？総人口は1億以下、うん、だけど奴隷の被害者は1億5000万人。はい、どういうことでしょうか、花ちゃん。はい、じゃあ、コーチ君。アフリカだけじゃなかったんですか？うん、というぐらいね、多分みんなひょっとしたら分からない、滝君も分からない、うん、あ、僕は聞いてたんで。あ、聞いてた、はい、うん、で、それぐらい実はね、あの想像力っていうか、想像力っていうほど難しい話じゃないけどね、うん、それぐらい実はあの分からへんわけよ、うん、で、これじ簡単な話、要するにアフリカの人口は常に1億やったのね、うん、そして奴隷制度は何年間、実は300年間つまり300年間で殺されたのが1億5000万ね。あ、そういうことだ。だから1年の話じゃないね、要するに1億5000万人が殺されたんだけども、それがだいたいコロンブスのね、あの発見以降ずっと300年間続いて、それにしてもすごいでしょ、結局そのアフリカが総害になるぐらいね、殺したわけだからね。だから日本で考えてもちょうど同じぐらいでしょ、日本1億人のところで、この日本からこの100年間で200年間で1億5000万人を殺したみたいな。でね、そのまあここでは本当にリアルな話をしてたんだけど、とにかくあのアフリカのあちこちから、あのここが全てじゃないけど一応中継点の一つなんで、ね、でとにかく男はこっち側、女はこっち側っていうふうに整理されて、でここにそれぞれ一つずつその食料倉庫とか武器の倉庫とか水の倉庫とかいうのがずっとあってね、でここに一旦全部中継点から、でここで選別するわけね、まずここまででその死ぬ人もだいぶいるんだけど、でここに運ばれた中であの使え売り物になるかどうかっていうことでその検査して、で毎朝チェックかけて、
で比率どのぐらいだろう、まあ、半分ぐらいかな、要するにこれは役に立たんなっていうのをこの場で殺してしまうわけね。その場で殺す。その場で殺す。でこれは、あ、これが食料倉庫とか武器庫とかね、いろんなものがあって、そして実はこれあのさっきはこっち側からずっと上がっていったんだけど、ここをずっと上がっていって全部もう全部見回ったんだけども、こっち側はあの男性を閉じ込めたとき、こっちは女性を閉じ込めているところで、で実はここ一枚岩で結構広い、どのぐらいだろう、10メーターぐらいずっと広いあの斜めになった岩があるの、これまな板なんですよ。で殺すためのまな板、つまりそこであの首をはねて殺す。であの銃で撃ち殺す場合もあるんだけど、それもったいないから斧だったら一応あの力仕事だけど無料でしょ。で弾薬使うとお金かかるからね、ほとんどはその殺す、ただ見せしめのために撃ち殺す場合もあるし、まあ、いろんな殺し方するんだけど、ここのまな板のところで首をはねられて死体になってゴロゴロと落ちて、で本当にその何万を超えてるやろね、ここで殺された人の数は。だけど、まあ、熱いしもうすぐ発酵してあの腐ってしまって、多分この下にはものすごくたくさんの骨があるだろう言われてます。で日本だったら、まあ、すぐあの発掘したりするんだろうけど、うん、あのまあ、本当にこういう国だから発掘も何もしないまま、もう土になってるやろね、うん、骨も含めて。で、まあ、そこを、まあ、あちこち見て回ったんですけどね、こんなとこでしたね。でまあ、処刑をした場所とか、これその斜め あのまな板なんですが、あちこちにですね切り傷があって、これあの斧でね、斧で殺した時の傷ですよとかいうのがあって、だからわからないけど、その300年前ね、それですガーンとやってギャーとか、そういうもう跡がいっぱいあって、でもちろんほら雨とか風で洗い流されるから別に血がついてたりはしないと思うけど、多分あの細かい検査したら DNA がいっぱい出てくると思うんですよ。